数年前、書籍化もされ大きな話題となったサイト。それが旦那デスノート。旦那の死を待ち望む妻たちが心の叫びを書き込むこのサイト。今も1日200件のデス投稿があるなど、恨み節は絶えないそう。さらに今、夫の死を願うだけでなく、死んだ後あることに踏み切る女性が増加している。今年の7月ですね、夏です。死後離婚しました。死後離婚。死後離婚とは、正式には姻族関係終了届という書類を役所に提出。配偶者の死後、義理の家族との関係を断つことができる制度。実際どんな人が行うのか。数年前に旦那さんが亡くなり、今年7月に死後離婚をしたカズママさんは、義理の家族との関係性っていうのは少しうまくいってない部分もあって、なんかこうね、無視をされたりとか、夫が亡くなってからも侮辱っていうんですかね、その自分の存在を否定されるような言葉をかけられたが多々ありまして、まあ、動悸がひどくなってしまったりっていう、体に症状が出始めてしまって、病院にを受診した時に、そこから離れないと悪化していって、あなたかは倒れてしまうかもしれませんよっていうふうに言われたことで、なんかハッとしたんですよね。そう、死後離婚を決意する理由の多くが、夫の死後も続く姑さんとの関係。夫を産んでくれた両親ではあるので、まあ、感謝している部分ももちろんあるですけれども、残された私が生きていくのに苦しくなってしまうので、いや、これで間違ってない、出そうって思ったのが今年の7月だったんですね。まあ、すっきりしたっていうのもやっぱりおかしいですけれども、切り替わるような気持ちはありましたね。いうことを聞かなきゃいけないじゃないですけど、嫁の立場として父さんお母さんの意見を尊重してっていうようなのがあるので、すごく苦しんでる方多いかなと思いますね。実際に死後離婚を決意する人は10年前に比べ2倍近くに増加している。一体なぜなのか。離婚問題に詳しい園田弁護士は、昔は家と家の結びつきといったところが多分結婚においてはすごく重視されていたんですけども、私は義理の両親と結婚したわけじゃない、そこは関係ない、夫と妻の結びつきが結婚なんだ、そういう考え方が広く浸透していった結果なんじゃないでしょうかね。今日はそんな死後離婚について、死後離婚した当事者、個人サロンを切り盛りする福島さんがスタジオ生出演。姑さんは妻の立場で仕事をするっていうのがすごくよく思ってない方だったんですね。なんで仕事辞めないの、なんで仕事辞めないの、うちの息子の給料だけじゃ生活できないってことなのみたいな、もうダメだって思って。姑との確執に介護やお墓の問題も、夫の死後も続く義理の家族との関係を断つ死後離婚について考えます。はい、ひろゆきさん、どう見てますか。なんかその姑問題の話と死後離婚の話、別々の話がなんかごっちゃになってる気がしてて、姑は別にほっといてガチ死化とすればいいんじゃないかなと思うんですけど、そうもいかなかったかもしれないことを含めてね、直接聞いていただければというふうに思います。ではゲストをご紹介いたします。旦那さんが亡くなられた1ヶ月後に死後離婚されました福島由紀子さんです。福島さん、どうぞよろしくお願いいたします。福島です、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてもう一方、死後離婚について詳しいガーディアン法律事務所の園田由香弁護士です。園田さん、どうぞよろしくお願いします。こんばんは、ありがとうございます。まずですね、そもそも死後離婚とはということで、配偶者パートナーの死後ですね、婚姻関係終了届というものを役所に提出することで、義理の親族との婚姻関係を終わらせることができるということなんです。こういう手続きになっているということなんです。さあ、そこで姻族関係終了届、姻族関係ですね、はい、
姻族関係終了届ということですね。ここで一つクイズです、はい、これを役所に提出するときに妻一人の判断、まあ、夫一人っていう考え方もありますね、で、提出できるのか、あるいは義理の親の了承を得てからでないと提出できないのか。さあ和田さん、これどうでしょうか、 A か B か。願わくば一人でしたい、願わくば、はい、てか、うん、許可求めてたらできないから、できないケースもあるかも、できるはずじゃないですか。そうかそうか、はいはい、園田さんいかがでしょうか。はい、お一人でもちろんできます。よかった、はいはい、姻族関係終了届ということなんですけれども、結構簡単にできるそうですね、はい、言ってみれば実際今手元にこうやってあるんですけど、うん、A4 の1枚ペラで、まあ、お名前であったり本籍であったり、うん、それから配偶者の名前なんかを書くよと、それぐらいの内容になっていて本当に簡単なものなんです。理由は分かんないですか。理由は一応なんかその他っていう欄があるので、おそらく書きたければ書くって話なんだと思うんですけど、これは必須じゃないので、ご自身とその亡くなられた配偶者の方の情報を書けばそれで役場に出せば終わると。要は書いた本人が出せばいいだけっていうことですね。そうです、はい、人の許可はいらないと、はい、いうことになってくるということですね。さあその上で改めてですね、福島さんに伺ってまいりますけれども、はい、まあ、そもそも死後離婚なぜかというところですね、はい、いかがでしょうか。姑との仲があまり良くなくて、うん、はい、かなり厳しい方だったので、うん、それで主人が亡くなった後もお付き合い続けるっていうのがちょっと厳しいかなと思いまして、うん、それで出しました。なるほど、はい、そこ切り分けたらっていうのがね、ひろきさんの問いでしたけど、どうぞ、はい、ひろきさん。結局その旦那さんがもう嫌いだからどうでもいいや、墓参りとかも一切しないですとかであればいいんですけど、はい、旦那さんは別にそんなに嫌いじゃないのであれば旦那さんとの関係性を残す、で姑との関係は切るっていうのもできるじゃないですか、はい、それなんか なぜそれができなかったのかな。やはり主人が亡くなってからお墓を建てようという話になって、でそしたらやっぱりもう逃げられないかなっていうのが一番大きかったんです、ね、そこに入らなきゃいけないから、はい、ってことですね、はい、主人の実家がお墓も、なんか遺骨入れたことにして勝手に作ってもいいですか、はい、言わなきゃ分かんないそうなんです、できる人はそうしますけどねそうとも限らないです、嘘をつきながら生きなきゃいけないの、なかなかちょっとそれ逃げ切れる方ではない、はい、厳しい方、はい、もともとどのタイミングでこれやろうと思ったんですか。葬儀が終わった翌日の朝、うん、早朝から義母の電話攻撃が始まりまして、どれぐらいかかってくるんですか。もう朝の7時とか8時ぐらいから電話かかってきて、うん、でお葬式が終わる前2週間集中治療室にいたので、はい、やっぱりこう家族が何回も危篤で呼ばれたりとかして、うん、もう眠れなかったりっていうのが続いたんですけれども、うん、でやっとお葬式が終わってヘトヘトで眠りについたら、もう次の日の朝リーニって電話が鳴って、でなんでその着信音を消したりしないんですか。その時はそこまで頭が回らなかったんですよ。もう出なきゃいけないっていうのが一番あって、で出たら姑さんからそういうお話で、で、まあ、言葉を濁すじゃないですか。お墓作りましょうとか言われても、ああそうですね、でもまだ考えられませんって言うと、また次の日の朝とかで分かってきて、でもうダメだと思って、それで家の電話も着信拒否をして、携帯の方も着信拒否をして、で当時使ってた携帯の電話番号はもう解約しました。もともと死後離婚って知ってました。主人が亡くなったその、まあ、電話攻撃とかがあった時にちょっとこうインターネットで調べたりして、はい、で制度があるんだったら使ってみようと思いました。でも電話番号変えちゃって、はい、もう今の状態でその死後離婚をしなかったとしても連絡取れない状況にはなれたじゃないですか、はい、逆にその死後離婚をしたことによるデメリットってあったりするか、はい、そのお墓の権利がなくなるみたいな、はい、なんかそういう、遺産とかも含めてね、その辺ってどうなんですか。遺産とかはそのままいただけるんですけれども、私が席を抜いても今度娘に例えばおじいちゃんおばあちゃん祖父母が義理の祖父母が亡くなった時に、うちの娘の離婚したことになってしまって、はい、その子供はそこの所属じゃなくなっちゃうんですね、はいはい、子供は残ってる。子供が残ってる。ちょっと解説じゃないんですけど、死後離婚っていうワードだから亡くなった配偶者との離婚って思われがちなんですけど、そこは全く関係ないんです、うん、動かなくって死後離婚できる、姻族関係終了届でこれを出したことで終了する関係は義理の、姻族と呼ばれる方、配偶者と結婚することで義理の両親ができました、あるいは義理の家族、うん、兄弟ができました、そこの関係を断ち切るだけなんです、ね、じゃあその義理のお母さんが亡くなって莫大な遺産があったとしても入ってこない。
私には入って入っては来ないです。娘さんは入ってこないんだけど、はい、娘さんはあの単純に直系血族なんです。あ、そうか、おばあちゃんの孫なんです。血族だからできるんだ、はい、で、おばあちゃん孫で、今回福島さんのケースだと息子さんが亡くなられているので、おばあちゃんがその後亡くなるとポンとこう大衆相続って言って、一気に孫さん、あのお孫さんのところに娘さんのところ、娘さんに義理家族が会いに来たら、それは普通に会いに来て、そこにいたら居合わせるってことにはなるってことですよ。理屈上はないんですけどそこは福島さんかなり、あの福島さんのデメリットは義理のお父さんかお母さんが死んだ時の遺産がもらえないってだけ。デメリット、多分そこに関してはそもそもあの関係はないんです。嫁なので関係はない。そうか、そういうことですね。戸籍から抹消されて終わりってこと、抜いて終わり。あの実は戸籍、戸籍は残ってるね。そう、戸籍もどうなるかっていうと、はい、多分世帯主がご主人でいらっしゃって、そういう戸籍があって、その中に妻として入っていて、で、娘さんが多分出ていくまでそこにいて、で妻の欄に、姻族関係終了届を出したって、そういう記載が増えるだけで、戸籍時代は全く変わらないんですね。でなんでその姻族関係終了届を出すか、そういう制度があるかっていうと、もともとはその扶養義務っていうのは姻族にも発生するんですよ。関係性悪いのに何かあった時に扶養するって、まあ屈辱というか、じゃあその扶養義務っていうデメリットがなくなるだけ。なくなり、はい。じゃあその姻族が切れたことによる何らかしらの損失は一切ない。ないですね。ないですね。弁護士さんにないですって断言された。そうなんだ。出した時のお気持ちってどうでした？提出された時。出してすごくすっきりしました。すっきりした。そうです。あの旦那さんへのこう後ろめたさとか、はい、うん、申し訳なさとか、そういうものは。それはないです。あの福島っていうのも主人の名字を名乗ってるので、あの特にその自分と主人っていう関係性は何も変わらない。そうか、そうか、はい。でも出したことによって、その義理のお母さんはそれを出したってことを知らないわけじゃないですか、はい、すごいすっきり本人はしてるけど上の人は何も感じないのか。そういうことですよね。何も起きてないよね。言わなきゃ。まあ、それでもいいやみたいな。そう、それでもいいやみたいな。言った、言って。あのお墓を、うん、あの主人の実家が主人のお墓を新しく作ったんですね。それで、主人のお父さんからお手紙で、あのここの、 あの場所にお墓作りましたよっていうお手紙が届いたんですけど、それの返事に私が、20年間お母さんにやられたことをこんな熱い手紙にして、あの時こうでこうでこうで、しごり婚しましたのでみたいな。じゃあ、ね、そこはね、空っぽのお墓があるんで、主人一人だけ。それを受け取ったお父さんもいろいろ思ったでしょうね。お父さんはショックだった。衝撃発言があったっていうね。義理のお母さんから。そうですね、あのどこから話したらいいかって感じなんですけど、あの一番最初にあのまず主人と私は最初同棲しておりまして、うん、でその後に結婚のご挨拶で一番最初にあの、うん、主人の実家に行った時に、お母様の誕生日が近かったので、あの、自分の母親とかにも結構ブラウスとかプレゼントしているので、そういうイメージで、お母さんのイメージでちょっと上品な感じのブラウスを、あのお母さん、お誕生日近いんでっていう風に お渡ししたんですね。そしたらお母さんがすごいにこやかに、うわありがとう、こんなのもらっても雑巾にしかならないわってそれはボケ？それそれま、マジですか、マジですか。だからそんな、おばあちゃん、そのお母さんと仲良くないじゃないですか。周りはそれを笑うのか、咎めるのか、その周りは、あの周りの方は見てない時です。あ、そうか。しごり婚って結局、ね、亡くなった後に、はい、あの決断する方もいれば、亡くなる前から決断していて死後結婚するという方もいるようで、はい、だからその亡くなるまで待ってるケースも結構あるというふうに聞きますけど、これはどういうふうに考えたいですか。そうですね、うん、割とあのご主人が嫌いなんだけど、年齢も年齢だから離婚した時にもらえる金額を具体的に見るとちょっと厳しい、うん、だけどあのどう考えたって年齢的に順番としてはご主人先に死ぬから、その後遺族年金とかもらえるしっていうので、あの粛々とその時を待つ離婚の代わりに亡くなる。ちょっと気になったんですけど、そのおじいちゃんおばあちゃんが、例えば長男が自分たちの老後の世話をしてくれるだろうと思って育てている人たちって多いじゃないですか。でも今回のように事故で長男亡くなってしまいました。で姻族終了しました。で長男の財産は全てその奥さん側に行きましたってなっちゃった場合、おじいちゃんおばあちゃん、あれ老後誰が見てくれるのっていうのが完全に空白になっちゃう感じですか。あのそれはやっぱりあって、いつも順番に来るわけじゃない、年齢順じゃないんだよっていうのはやっぱり非常にリスクとして、あの
知っておかなきゃいけない話で、着々とその私のやっぱり知ってるケースでもご長男にどうせいつか行くから毎年毎年着々と、あるいはなんかあのお孫さんへの教育資金のね特別枠なんかも使いながらどん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 回していて、で肝心の息子さんが亡くなってしまったんで、あの代々引き継いでたものなんかを全部お嫁さんがすっかり持っていた法律上それ全然問題ない、全然問題ないですよね、やっちゃってますからね、はあ、そこやっぱり取り戻すって話ではないんですよね。逆にだからそちら側が被害者的な感じのケースもあるってことなのか、ね、はい、いやですからこれあの義母ガチャみたいな言葉があるんですよね、つまり、パートナーは自分で選んでるんだけども、その両親っていうのは ついてくるものなので、それの、まあ、ある種場合によって当たり外れみたいなこと。いや義母はガチャじゃないっすよ、基本的には大体その妻の母と同じ顔になるし性格も似るんで似てることはあるけど同じじゃない、大体そんなもんっすよ、あこうなるなっていう、こうなるそうなるんで、あれはガチャではなく選んだ結果です。奥さんが先に亡くなって旦那の方が出すっていうこともできるんですか。これはもちろんできる、できる、それもあるんですか。あります、それなりの、はあ、はい、あります。やっぱりあのまあ結局その奥さんと一緒に奥さんのお家のご両親を面倒見ちゃってるお家なんかもあるんですね。自分が大黒柱としてサザエさん家、そうですそうですあとはそれこそそのサザエさん家みたくお二人ともいらっしゃらない、お母さんだけ残っちゃうとかだと、なおのこと私のお母さんも一緒にあなた見てねって言って一緒に住んじゃったりするじゃないですか。でその時に奥さん亡くなったんでお母さん出てってくださいは言えないし、やっぱり見ることになるんだけど、自分も高齢化してきた時にどこまで面倒見れるかなっていうのが現実問題辛くなる。出てってくださいっていうのと姻族の終了届出すのって一緒じゃないですか。だからあの単純に姻族関係の終了届出さないと出て行った時に扶養義務違反っていう問題が問われうるわけですよ。扶養義務違反って具体的にはどれぐらい罰則あるんですか。いや罰則って話じゃないんだと思うんですけど、なんかあのほら生活保護とかも結局まずはその扶養義務を負ってる人がどれだけ面倒を見れるかとかに、そこ解決してからじゃない、はい、なるのに、その一緒にいたその人を追い出すことでまずその人を窮地に追いやるので、やっぱりそれっていうのがあの NG 行為だよね。だから実際にお母さんが生きていけなくなっちゃうっていう、そういう展開が、姻族関係終了届を出して生活のできないおばあちゃんを追い出してる時点で人としてどうなのっていうレベルは全く一緒な気がするんですけど、そういう意味ではね、例えば80代のおばあちゃんです、俺ら出てけって言ってなんか死にましたってなった時に、もう姻族終了届出してるの関係ねって言って、さすがになんか道理に反すると保護違反的なのになるのかな、ね、多分そこまで行くとその実際自分の家に住んでるから、住んでるのに姻族関係終了届を出したから、明日出てってくださいは確かに通らないと思っていて、それこそその実際そこであの面倒を見てるその人が遺棄したことによる結果だよっていう、そういうあの罪の問われ方っていうのはあるんだと思うんです。だから私が関係したケースでもやっぱり一緒に行ってその義理のご両親の面倒を見なきゃいけないけど、まあ自分は自分で実の両親の面倒も見なきゃいけないし、自分もしんどくなってきたと、だからここの関係は終了するよ、なので姻族関係終了届は出すよ、じゃあその次出したからこの人じゃあ別の誰かが扶養できますかっていう、そこの手当てっていうのはやっぱりしました。親族の人洗い出していって、今まではここで見てたけどもう現実問題経済的無理だから引き取るなりなんなりやりましょうよっていう、なんか家族会議ですよね。やっぱりやりました。家族じゃないからその後の会議はそちらでどうぞって、そうです、 お願いしますっていうその段取りまでやってからあのリリースっていう感じですね。まあ、いずれにしましてもこれはね、あの姻族関係を終わらせる、まあ、手続きなんですけども、死後離婚という言葉を聞くと死んだ後にそのパートナーが嫌だったからその離婚したみたいに思われるんですけど、実はその離婚ではないんですよね。だからこの死後離婚って言葉がこれでいいのかみたいな声は聞かれると。死後離婚というのは俗語ですよね。俗語ですね。だから私たちもあの普段法律家としては絶対使わないです、姻族関係終了届。最初からその姻族関係の終了って言った方がなんか誤解を生まない気がするんですけど、要はおじいちゃんおばあちゃんと縁切り届けなわけじゃないですか。死後離婚って言うとその旦那さんと奥さんと別れる感じがしちゃうんで、ですからね、あの取材させていただいたカズママさんもね、もっと別の言葉が欲しいと、ちょっとそういう嫌で離婚したと勘違いされてしまうっていうことなんですよね。届け出出すと必ず受理されるんですか、それとも受理されないケースもあるんですか。いや基本的に受理されないってことは想定してないはずですね。もともとそのこの制度をなんで作ったかというと、あの姻族に一度なったからには扶養義務が発生すると、はい、でそれっていうのは死別した後再婚しても続くんですよ。
で血族、自分の実の両親に対する扶養義務がずっと続くのって納得いくじゃないですか。でも1人目の配偶者と死別したから2人目に行ったんだけど、1人目 の, その両親の扶養義務がずっと続いているのってすごいいびつですよ ね, ね、相手にとっても嫌ですよ、はい、嫌ですよ、ね、どうなったってなるじゃないですか。3回再婚した人って何、姻族いっぱい、3つと実の家族がいるみたいな、はい、いっぱいになっちゃうので、それを解消できるようにしたと。でその選択権っていうのが残った配偶者1人に与えられていると、そういう制度設計になっているので、受理しないっていうことにやっぱりならない。それでそのおじいちゃんおばあちゃんもそれを反論をしたりとかいうことの機会もないわけですね。そうです、このお一人で決められるわけだから、はい、知らせる義務もない、まあ、あれです。戸籍を取らない限り基本絶対分かんないんですか、そのとど、あ、出しましたって言わない限りね。自分の住民票とか見ても戸籍は変わらないですもんね。戸籍はだからパッと見変わらなく、入ってるところは変わらないんですよ、そこに書かれるんですよね。書かれると、はい、そういう手続きしたよっていうのは書いてあるので、そのおじいちゃんおばあちゃんが自分の戸籍見ても分かんないですよ。分からないですね。だから普通に生活してる分には自分で気づくパターンってほぼないですよね。ないです。だから福島さんみたく本当に言わないと終わりましたって通知して初めてっていうことですよね。そこのハレーションもなかなか難しいですよね。そうですよね。結構聞かされる側はえってこうそうですね、そうなのみたいな。なんかそれだけハッスルする義理のおばあちゃんだったら、その義理のおじいちゃんめっちゃなんか後始末大変だったんですね。お姉ちゃんすごい言われてる。お姉ちゃんがね、まあそうですね。ひろきさん最後。いや、まあデメリットがないので、まあそういうのがその仕組みを知らないっていう人も多いと思うので全然ありだと思うんですけど、だその相田先生がすごい優しい語り口でおばあちゃんをリリースみたいなすごいドライな言い方すれば面白いと思って。リリース。キャッチャーのリリース。いいですね。そうですね。いやでもやっぱ生前の関係が大事だってこと。ですよね、いろんな意味でもね、はい、アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。